丸です。京介、ジョン、しゅうちゃん、我々6人と、はい、そして初見です。ゆうすけです。ラビットキャラ。いやーい。ラビキャバリバリコラボウィークも何本か出てるんじゃないかなと思うんですけど、まあここらで1個僕たちの仲を試そうと、単純にですよ。仲いいっすよ。1インチおったから。今日1インチおったから。いや結構仲いい。ねあんちゃん。仲いいよね。思い出のなかったエピソードとかある？思い出のなかったエピソードか。マックを買いに行ってもらってる時に、きょんちゃん結構気まずい感じで見てくれた。いやいや、気まずい感じで見てくれた。気まずなかったね。じゃあ。なかった。そういう状況なので、僕はもう8人全員で一つの答えをもう一致させて、今日はもう綺麗に帰りましょう。余裕でしょ。これがだから今日ほんまに最後の撮影なんですよ。無理だったらどうします？新幹線無理っす。そうだよね。ちょっと今日帰るの諦めるわ。あ全然全然。まあ私腹くくってる。腹くくってんねんけど。全然そう。企画に腹くくってる。2人もそうなんですけど、実はジョーも帰れなくなる。侵入したいんですよ。そこはもうぜひともね、一致させていきたい。みんな明日予定ありますし、頑張っていきましょう。はい。では第1問いきます。市から始まる行きたい旅行先は？ああ。これ一発目で帰れたの最高。最高。せめてね、旅キャラの2人とは合わせたい。今日ね、一日こう仲良くなりだしたから。だってもうはっちゃんがだってね、夜中の乳首もういじくりましょったんですよ。本当にそう。やりました。そうです。コラボウィークの最後に長尺でチームいじってるだけだから最後の最後にでは揃ったようなので自信ある人自信ある人これしかないですよ。いや俺もこれしかない。じゃあもう行っていい？シンガポールもうやばいよ。シンガはやばいやろお前。シンガーシンガーシンガーおらんもん。誰もおらんしシンガではないでしょ。じゃあ出せ出せ。どんどん行くどんどん行く。さあお初お初。シンガポール。え？なんで出んかった。何をしてよ。え？ごめんなさい。シンガや。シンガや。本当だよ。本当だよ。本当だよ。本当に見たでしょ。いや見てない見てない。ええてもう不正なしでね。次の問題行こう。どんどん行こう。シドニー。シドニー。シドニー。はい高い。バリバリだけど。いやもうイランはペア別に。残りはペリ以外だともうどうでもよくなった。もういい。行きますね。静岡。渋谷市。いやー。渋谷はセンスないわ。渋谷はちょっとちゃうな。渋谷はちゃうっすね。静岡もまあ富士山あるしね。滋賀もでも滋賀が一番ないな。住んでる住んでるだけですよ。いきます。さから始まるなってみたいワンピースのキャラクターは？おおこれももう一本でしょ。グッと難易度をね今下げてもらってますよ。えワンピースワンピースワンピース今一人だけキャラクター思いついたんで。ああよしよしよし。いや俺ちょっと二択だな。これ終わりますよ。これ終わるでこれガチ終わりますよ。なりたいそうなりたいなりたいかってとこですよ。解けましたか皆さん。はいじゃあ俺言っていいですよ。どういうさあから始まるワンピースでなりたいキャラ。そうなりたいサボサボ3時ちょっと待ってください。まあこうにかく2択だな。まあ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 どうぞお願いします。さあクロコダイルなりたいでしょ。えぐいってこの人触る気満々ややばいってこの人レベル6行こうとしてるってなりたいじゃん。あんな初期から一生登場してる敵がいないいい感じのあんなサーから行かないですよ。5つ目「か」から始まるジブリの映画のタイトルは？は？一つしかない。え？カークロコダイル？めっちゃ車乗ってるクロコダイル。辰巳さん好きっすもんねジブリ。そうジブリ今好きなんだけど今2個しか持ってない。嘘好きだじゃん。嘘。ねえ嘘はついてる。ジブリは好きだよ。お前も。じゃあジョーから。はい。風の谷のナウシカ。風の谷のナウシカ。やべえ思いつかなかった。え？どうぞ。カリグラッシュのアリエ。ああ。え？違うんですか？あとまだある。あと1個ある。じゃあ3個いったやつの2つが出たで。ああ。ってことは一緒ってこと一緒かもね。じゃあ同時に出してみる。せーの。風立ちぬカルパッチョパッチョパッパッチョジブリ知らんやん。方向転換しすぎやろジブリ。宮崎駿そんな横文字使わない。ちょっと多いなかなか。3つ出てる時点で無理やと。ああなるほどね。確かに。そうしたらボケに移行するんや。いきます。タから始まるドラえもんの秘密道具で欲しいものは。はい。タタタタ。はいはい。どうします？変える準備します。もうこれ変える。絶対変える。絶対変える。えなんでそんな自信あるの？いやいや。やよ。それもう始まったゆけくん。一番有名。一番有名でしょ。ああ、分かった。分かった、分かった。それは多分。分かった。これは自信あるでしょ。では、いきます。せーの。タイムマシーン。タイムマシーン。ああ、それや。うわ。それやそうや多数やけど結局俺らの答えを見たらならないね。ボココ首ちげんでたやん。実際やったら首ちげんでもあるね。すごいよあんた無理でしょ人間運べるなんて。いやいけますよ。いやいやいけてるから時間遡れたもんね。そうや結局アニメ全部一緒や全部アニメ。はい次の問題いきます。はい「し」から始まる大事な調味料。はいきたーはいはいきたーはい確定っすよ。これはもう確定。めっちゃ2択じゃない？めちゃくちゃ2択でしょ。その中でも今ゆうすけくんの方見てたら京介がニヤニヤしながら3択目出そうとしてる。マジふざけんなよ。いや俺もう帰りたいんすよ。いやまあこれはいけるんじゃない？よし。いやまあでも俺こっち初見が書いてるとはちょっと思えねえんだよな。ああそういうところもやっぱ入ってくるか。そう。せーのでいこう。はい。いきます。せーの。塩。まず塩の人。はい。えちょっと待って。えぐいね。おはつ。おはつ。おはつ。いやでもちょっとこの問題の時点でもう巻きの作成してました。おはつ、おはつ、おはつ、笑い事ちゃう。さすがにちょっと。ゆうき分かったんですか。そう、初めはね、醤油だよなと思った。絶対に塩だよ。醤油の中に塩があるわけや。こいつは塩なわけや。なんか料理の差しすぎ。正油でしょ。本当にそう。でも別に醤油もいいじゃん。俺ら7人だけ買える。そろそろ揃えたいね。これはでも実際初見のことを考えるべきだ。そうですね。俺らが合わせなきゃいけんかったから知ってるわけないやん。1日だけで1日だけよ。いきます。つから始まる名曲といえば。はいきた。これはいける。マジきた。俺マジきた。これいける。みんな俺の顔見て。マジできた。嘘ついてる。本当に嘘ついてる。これマジマジ満場一致で嘘ついてる。これマジこれ絶対当たる。そのちゃんと浅い知識じゃなくてちゃんと考えて出てくる。いきますか。じゃあいいよいいよ。せーの。津軽海峡。津軽海峡。まず一番多いのは津軽海峡。津軽海峡。イエーイ。津軽海峡。津軽海峡。6人も嘘つけ。そんなわけなかったんだよ。いやいやみんなでしょ。うち津波かこれでもやった。あ翼をくださいわ。ほか。いやいや冷めた。確かに。さすがに翼をくださいよ。人間レッドブルかお前。人間レッドブル。翼で。そういうことか。解説が必要なタイプは容疑のだろうか。なんか悲しいから。マジで頑張ったやん。いきます。おから始まる嬉しいもの。ちょっと待って。あるあるある。よっしゃー。あもう絶対これ。絶対これ。絶対これ。なんだなんだ。持ち帰ろうか。なんだなんだ全然全然。一番下ネタじゃないで。下ネタじゃない。ちょっとだけヒントくれます。だからヒントを言うと今はあんまりないかも。ああ。いや僕多分同じです。いや多分じゃあそうじゃないかな。世の中にはあるけどまあ自分には当てはまらん。多分みんなにも当てはまらん。何それどういう意味でどこまで聞くねん。ない今までは楽しみだったけどもう最近はだからもうああ分かった。縁がないよね。縁がなくなったなくなった変わってる。全然わからん。いやまあけどまあまあ一個だけ思いついて。じゃあ行っていいっすか。いきます。せーの。お年玉。お年玉は聞こえました。お年玉で、なつしなんておっぱい。そんなやつは俺もおっぱいやったわ。そんな言うなら俺お小遣いっつった。最初俺お金で考えてね。俺お金ね。そう落ち首。いや、もう終わってるさ。いやちょっと待って。乳首オープニングあったやん。乳首オープニングあったから。でもオープニングするもんに伏線じゃない。全部そのこの動画の全てのガチエグい。お前ガチエグい。隠れてるけど普通におっぱい。いやいやそのあつしのおっぱいはいいんですよけど、はるさん乳首までは良かったですけどお乳首はそうなんでやねん。なんかはっちゃんは何ちゃんはにちたんですよ。私はもうわかんなすぎてお祭りってしました。ああ一番いいかも。頑張ろう次。じゃあよう頑張ろうって言えますね。なんでそうしきれるんすか。乳首精神がそんなんでしきれるんすか。お前これから喋ったら全部乳首って出るようになってるんすか。ちなみに次これラストにしましょう。次さすがに初対面で新幹線で帰らせて。確かに無理やったらでもそれはもうドンマイです。でもただ問題は最後にしましょう。それでも結構やばいと思うんでいきます。「か」から始まる一番大事なもの。おおでも一個一個ある。いや多分もうねこれなんですよ。俺も多分そうなってくる。個人差はあれど絶対に。あでもそのヒントいいねかな。よしよし。じゃあこちらからやっていく。はいこちらからいくの。家族。違った彼氏か彼女かなって思って。バカじゃんバカじゃん。私最初金かなって思って。俺金は確かにそう。でもさっき話題散々出たからね。でもここでやっぱ金っていうほど俺たち浅くないぞっていうのを見せたかったところ。嫌やなそのなんかその感じ。だからいっぱい見てあれ回してくれ。金や。まあ彼女彼氏もまあいずれ家族になるみたいな。まあ大きで見ると全部家族やから。だから成功か。成功は成功や。はい。というわけで意外とかかってたんじゃない。意外とかかってたよ。先般はダントツの落ち首。いやいや違う。落ち首に隠れし。いやいやいやありますよ。あるけど。ナイチもはっちゃん2回出してるよな。いやそうなんす。何と何？醤油。あほら落ち首2枚。あでもそれはやばいけど落ち首に比べてもっと俺の落ち首とか思い出すよ。結構違ったぞ。いやなんかそこじゃないね。その絶対にない回答出すのが分かんない。いやちょっと待って。カルパッチ思い出した。カルパッチパッパッパみたいなやつ。あれは無理やなって思ったんですよ。誰が先輩かなと思ったらぜひコメントで教えてください。結構あれそうじゃん。そだったらチャンネル登録高評価タイムスタンプのコメントねできればよろしくお願いしますと。ほんまにね帰らないとダメなのでもうさっさと終わらせます。ありがとうございました。バリバリとラビキャでした。